ジャガー XK。ジャガー XK は、イギリスの自動車メーカージャガー社より、1996年から2014年まで、販売されていた、スポーツカー。XK は、ジャガーが、フォードに買収された後、旧体依前となっていた、XJS に代わる、新たなスポーツカーとして開発された。XK というのは、もともと E タイプ以前に市販されていたジャガーのスポーツカーに、 かされた名前であった。しかし、E タイプの後、21年間も作られ続けた、XJS 後期モデルは、XJS に改名の後継モデルとなった当モデルがその名前を受け継いだ。XK は、リアにシートを備えた2プラス2のラグジュアリークーペで、その高性能と美しいデザインから人気を博し、初代モデルは10年間で9万台以上を売り上げるという。 ジャガーのスポーツカー史上最も成功したモデルとなった。ただし最も販売台数が多いのは XJS、XJS。1975年から1996年の間に11万5000台を販売。ボディ形状は、先台、現行モデルともに、クーペとコンバーチブルが用意された。 このモデルは、エンジンは8気筒のものが採用されたため、ノーマルモデルは XK8 と命名された。後に追加された、ハイパフォーマンスモデルは XKR という、デザインは E タイプとの関連性を強く前面に押し出した、流麗なものとなった。エンジンは、新設計の 4.0LV8、DOHC の AJV8 エンジンを搭載した。 XK8 の最高出力は 294PS 6100rpm、最大トルクは 40.0kgm4250rpm であり、これにスーパーチャージャーを搭載した XKR の最高出力は 375PS 6150rpm、最大トルクは 53.5kgm3600rpm を発揮した。 トランスミッションはいずれも ZF 製の5速 AT を搭載。ZF 製は信頼性に欠けるため、XKR ではメルセデス製に変更されている。シャシーは XJS のものを大幅に改良して作られた。そのためサスペンションはフロントにダブルウィッシュボーン、リアニューウィッシュボーンを採用している。ただし、XJS ではリアショックが2本あったものが1本に改められている。 また、XK8 には、リンプホームモード、エンジンや、オートマチックトランスミッションに異常が出た場合、それを保護するため、通常時の50%に、パワーが抑制される安全機能が備わっている。1996年10月デビュー。コードネームは、X100。デザインは、コジェフローソンによるもので、XKE を彷彿とさせるものとなっている。 ボディ形状は、クーペとコンバーチブルの2タイプで、前者は足回りのセッティングや内装を変え、クラシックとスポーツという2つのグレードが設定された。コンバーチブルは、開閉には20秒ほどしかかからない電動のソフトトップを持っており、クローズ時の快適性も XJS より向上していた。内装はクーペがファブリックとレザーのコンビシートを標準とし、コンバーチブルは、 レザーシートを標準としていた。もちろん、クーペでもオールレザーのシートが選べた。いずれも、エンジンは、自然吸気4リッター V8 のみ。2001年11月、ジャガー社の創設者である、ウィリアム・ライオンズの生誕100年を祝う、XKR100 が、500台のみ、世界中で、限定販売された。日本市場へは、XKR100 クーペ50台が割り当てられた。 外装は特別色のアンスラサイトマイカ、内装は特別仕様のレザーインテリア。その他、専用装備として、BBS 社製のモントリオール悪いホイール、20インチ、ブレンボ製、ブレーキキャリパーなどが用意された。2004年5月、マイナーチェンジ。エクステリアに大きな変更を受けた。最も大きく変わったのは、フロントバンパーのデザインで、フロントエアインテークの下部にもう一つ、 エアインテークが設けれた。その他等軽い、トーカルリアバンパー、サイドのプレスライン、リアスポイラー、エグゾーストパイプなどのデザイン変更が行われた。また、オプションで、新デザインのアロイホイールが採用された。2004年10月限定モデルである、ブラックナイトが設定された。インテリアエクステリアともブラックを設定。運動性能を高めるべくクーペハンドリングパック、特別セッティングされた。 CTS ダンピングコントロール、ハード使用スプリング、アンチロールバー、光合成ステアリングラックを採用や20インチアロイホイールを採用した。インテリアでは、アルミニウムインテリアパック、3. 連メーターゲージなどを装着する。また、アダプティブクルーズコントロールを標準装備した。クーペ20台、コンバーチブル5台のみの限定発売であった。2005年5月、限定車 C パック、 D パック、E パックを設定。それぞれのアルファベットは、かつてのジャガー社の名車 C タイプ、D タイプ、E タイプにちなむものである。C パックは19インチアトラスアロイホイール、ク、リバースパークコントロール、プレミアムサウンドシステムなどを装備した。D パックは、クーペハンドリングパック、20インチデトロイト R パフォーマンス、アロイホイール、レッドペンテッドブレーキキャリパー、 ブレンボ車製、対抗4ピストンなどを装備。E パックは、アイボリートリム、20インチセパガールパフォーマンス、アロイホイール、レカロスポーツシート、リバースパークコントロールなどを装備した。2005年9月クーペとコンバーチブルそれぞれに、最終限定車、XKR4.2S を設定。ボディカラーは4色が特別設定された。インテリアには限定仕様のエルムット,トリム、 チェッカンフラッグをあしらったバッジやトレッドプレート、アルミニウムインテリアパック、プレミアムサウンドシステムなどを装備した。1999年にジャガーのデザインディレクターに就任したアストン・マーティン DB7 などを手掛けたイアン・カラムによるデザイン。車両デザインは2002年には完了していた。2005年の北米国際オートショーではジャガー・アドバンスト・ライトウェイト・クーペとして 量産型と極めて似通ったコンセプトカーが公開されている。2005年フランクフルトモーターショーで初めて公開されるプロジェクトコードは発売は2006年7月だが日本上陸は2007年1月当初は先代と全く同じエンジンを搭載した自然吸気モデルの X 系のみの発表であった。製造はバーミンガム近郊 カッスルブロングウィッチで行われている。フロントグリルは1961年のジャガー E タイプにインスパイアされている。前任者であるコジェフローソン時代のレトロ趣味から決別する第1号のデザインで、カラムによるとインスピレーションソースはケイトウィンスレットの曲線という。インテリアは人間工学にのっとり設計されており、今までの解雇主義的デザインから決別している。 パネルは伝統的なバーウォールナット,トに加え、ポプラウッド、アルミの3種類が用意される。XK コンバーチブルは2006年にデトロイトで開催された北米国際オートショーで初公開された。2007年4月に下級モデルの XKR 及び XKR コンバーチブルが発表される。XK とのエクステリア上の際はリアバッジとメッシュが貼られた。 フロントグリル。エンジンは、蒸気 V84.2 リットルにスーパーチャージャーを搭載し、当時ジャガーの量産車史上最高となる 426PS を発生する。同年、ジャガーの特殊車両チームとイギリスのブレーキの専門会社、アルコンの共同チームによって開発された、限定使用者 XKR ポートフォリオが発表された、内外装及び音響システムに手を加え、 よりプレミアム性を高めたモデルとなっている。2009年にマイナーチェンジ、エンジンが新たに5リットル V8 に更新された。外見もわずかに変更された。2011年3月ジュネーブモーターショーにて XKRS を発表。この XKRS は同名の2008年に発表された XKR をベースにした200台限定の欧州市場向け限定モデルとは異なる。 フロントのデザインが大幅に異なり、見分けはつきやすい。エンジンは V85.0 リットルスーパーチャージドとなり、最大出力も 550PS と大幅にパワーアップされている。同年ニューヨーク国際オートショーにて、フロントとリアのデザインが変更された XK の最後となるマイナーチェンジモデルが公開された。フロントリア双方のライト周辺とバンパーのデザインの 変更。インテリアも変更を受けており、XF と同様の回転式のギアセレクタと、新しいドイツの ZF 車輪のオートマチックトランスミッション導入された。XK の生産は2014年の夏に完了した。E タイプ同様、ハッチゲートを持つリフトバックボディを採用、実際にラゲッジルームへのアクセスも向上している。XJ のアルミボディをさらに進化させ、 2005年のアルックで開発された全、アルミモノコックボディを採用している。これによりねじり、合成が先代モデルに比べクーペで31%、コンバーチブルで48%向上した。コンバーチブルが 1635kg、クーペは 1595kg であり、パワーユニットは先代からキャリーオーバーされた V84.2 リットル304。 PS の AJV8 エンジンを搭載。ギアシフトは L 字ゲートの z f 製6速オートマチックトランスミッションを採用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。